強大なコスモの気配を感じて、自らの守る北大西洋の柱から動かないカノン。しかしそこで耳にしたのは、ソレントが守る南大西洋の柱が崩れ去る音だった。残りのブロンズどものコスモがポセイドン神殿へ向かっている。よせ、これ以上ポセイドンを刺激するな。ジュリアンの体内に眠るポセイドンが目覚めてしまう。それでは俺の野望が。それは面白いことを聞いた。マリーナであるお前が恐れるとは一体どういうことなのか教えてもらおうか、シードラゴン。いや、ジェミニのカノンよ。先ほどから立ち込めていたこの強大なコスモの気配はお前だったのか、フェニックス一騎。フェニックス剣魔剣、聞かせてもらうぞ。ポセイドンの秘密をお前の頭脳に直接な。アテナを、先頃降臨なされたアテナを殺せだと。アテナだけじゃない、アイオロスを次期教皇に選んだ間抜けな教皇も殺してしまえと言ってるんだ。兄さん、いい加減正直になったらどうだ。確かに幼い頃から兄さんは心優しい神のような心の持ち主として育ってきた。だが俺は知っているぞ、兄さんの心に俺と同じ悪が眠っていることを。黙れ、お前のような悪魔を放っておくわけにはいかん。この兄の手でスニオン岬のイバローに幽閉してくれる。サガによってスニオン岬のイワローに幽閉された俺は、そこで幾度も視線をさまよった。その度にどこからか暖かく安らぎに満ちたコスモを感じて命を救われたのだが、そして俺はそのイワローの奥でポセイドンの三つ股の矛を見つけたのだ。さらに矛に導かれてこの神殿にたどり着いた俺は、アテナの壺からポセイドンの魂を目覚めさせた。だがポセイドンの魂はジュリアン・ソロの体内に宿り、再び眠りについた。これはまさしくこのカノンに与えられた好機。ポセイドンを永遠に眠らせたまま、神の名のもとに集まったマギーナたちを束ねて、このカノンが全てを支配する神となるのだ。そうはいかんぞカノン。お前はサガ。ポセイドンをうまく手玉に取ったつもりだろうが、神を欺いた大罪は決してお前を許してはおかん。ただひたすらアテナのために。己サガ、この偽善者め。ファイト。逆襲へ。なぜお前がここに。決まっている、カノン、神に代わってお前に生産を与えるためだ。長い、お前のような奴を偽善者というのだ。あれも悪の心を隠し通せると思うのだ。口をつぐめカノン。これほど恐竜に育ちながら、お前は悪に染まった。それは違うぞ、サガ。俺には兄がいる。見るか、光り輝く星々の砕けるぞ。俺を影に追いやる兄がな。力のある者が欲しいものを手に入れてどこが悪いか。そんなこともわからないのか。与えられた力だけは、人々に与えて返すのだ。大きな力こそ、赤のために使うべきなんだ。本気で行くぞ。覚悟を見せてやる。黒い。パーフェクト。ウィナー。お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。私にかなうものなど言わしないのだ。サガが一気に。今のは全て幻覚だったのか。これで全てがはっきりしたぜ。
いわばお前たちは兄弟揃って神になり損なったというわけだ。ジェネラルをことごとく攻め落とされ、眠っていたポセイドンも目覚めようとしている。お前の野望は今や風前の灯火よ。何？すべて聞かせていただきました、シードラゴン。いや、ジェミニのカノンよ。あなたの野望も終わりですね。セイレン坊や、ライブラのクロスを。何をするつもりだ？もちろん最後に残った柱を破壊するのです。この戦いがポセイドン様の意志ではなく、あなたの企てだと分かった以上、全ては無意味だ。よく言った、セイレン。よせ、フェニックス。じゃあ、あとは任せろ、キキ。お前は先にポセイドン神殿へ行け。カノイ、お前にはまだ聞くことがある。アテナの壺はどこだ？何？ポセイドンを封印するには、もう一度アテナの壺に魂を閉じ込めるしかあるまい。さあ言え、カノン。アテナの壺はどこだ？どこからでもかかってこい。一瞬のうちに葬り去ってくれるぞ。はいと。俺の長年の野望もめちゃくちゃにしたお前らは絶対に許さん。手にこの程度か。お前の命だけでももらっておくぞ。できると思うか。そんなに安くはないぞ。この程度か。お前らのせいだ。お前らさえいなければ、大地と海を滑る神となれたものを。これほどとアテナのセイントか。そんな悪を見逃しておくと思うか。俺は過ぎた野望だったのか。俺はどうした。確かにお前たちのこと、このカノンにとって大きな誤算だったか。だがお前も大きな誤算をしでかした。この月間の敵ではない。大きな借りがあるのだと。エックス最大の王に。ホワイトテンション。コスモは燃え盛っている。ウィナー、俺にはアテナがついているんでな。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。そんなにアテナの壺のありかが知りたければ教えてやろう。アテナの壺はメインブレードウィナーの中だ。なんだと。あそこにあれば何人も手に触れることはできん。アテナともども未来永劫を眠り続けるのだ。どこへ行く、フェニックス。逃げる企画様。カノン、お前はもはや戦うにも値しない男よ。何を。待て一騎。カノン、本来ならあなたをこのまま生かしておくことはできない。神を欺いたばかりか、清らかなる世の訪れることを信じて集った同志まで、その罪死してなおあまりある。だがアテナに彼女の歌に感じた恐れ、自分の身を犠牲にしてまで人々を守ろうとする彼女の大いなる愛、それを汚すわけにはいくまい。アテナのコスモはあなたをも守ろうとしているのだからな。それもわからないならカノン、確かにあなたは殺すにも戦うにも値しない男だ。はっ。